今日の日本語、生病法は大怪我のもと、葉が山吹色になる、黄金色に実った稲穂、彼は内弁慶だ、悪い良犬を起こす、急患で往診に出ている、子供の生い立ちを見守る、乱筆乱文をお許しください、無実の罪で告発された、くしくも先生に言いつける、感情の吐け口になる、住み込みの家政婦、紛れもない事実、急死する、新聞の見出しが目に飛び込んだ、ウドの大木、踏切、種明かし、ジタバタする、人事異動、崩れ去る、良い星のもとに生まれる、成功を危ぶむ、不思議な巡り合わせ、差出人の不明の手紙、手紙を破り捨てる、炊事する、列紙に書く、祝辞を述べる、追試を受ける、里帰り、赤切れになる、死刑目、処刑、たんまり儲ける、贅肉がついた男、お金様様だ、おむつをする、尻餅をつく、歯がカチカチ鳴った、二人の中はすっかり冷え切った、ちんたらしないで早くやれ、しゃばけが抜ける、かけがえのない骨董品、最後まで見届ける、商売が上がったりだ、羽を伸ばす、ほっこりとした芋、困ったことが持ち上がりそうだ、三年まで持ち上がる、見劣りがする、それを真理と思い込んだ、正真正銘の傑作、元手を食いつぶす、ドタマを打ち抜く、金銭に無頓着である、日本は大小無数の島から成り立っている、世にもてはやされる逸材、早いとこずらかる、親分と対立する、日本に殴り込みをかけてきた、不老不死の薬、キテレツな事件、なけなしの金をやった、喜びに酔いしれる、ふるいにかける、どうやら算段をして5万円こしらえた、おみくじを引く、ずさんな方法、弱音を吐くな、言葉が車の騒音にかき消された、いわくつき、通販、みんな出払って事務所はがらんとしていた、煙突がすすで詰まった、
その話には菊も涙の一面がある。新年早々吉事がある。手紙の文面は次の通り。ワインがお気に召しといいのですが、それが目のつけどころだ。失態を演じる。獲物が多い場所。紙切れを夜。商談はまとまらなかった。往生際が悪い。勝ち気が強い。莫大な額に達する。声を枯らして叫ぶ。やたらに褒める。額に八の字を寄せる。優に2時間待ってました。跡地ゆすり連番。駅までタクシーを飛ばした。勘が当たる。勘に頼る。勘でわかる。勘がいい。持ち上げる。高笑い。ぐんぐん上達する。彼も相場が下がったもんだ。世間の相場。彼は売り出しの若手だ。勲章を授ける。ただいまお出ましになられます。開港一番まず政府を攻撃した。朝飯前愛なる。ご容体は武将髭ガサ入れ生物ヒーロー大英的。髪を撫でつける。打てば響くような子だ。胸に畳み込む。既存天変地異罪滅ぼし。奏で書く。拭い去る。どっちみち魔力にかかる。おごる平家久しならず。これで一件落着だ。小心者下手人面白おかしい。定食こびりつく。瞬時に努力のたまもの。初心を忘れるな。負い目を感じる。最近身内に不幸があった。とんと存じません。立て札。